はい、こんにちは、劇団スケッチの塚田です。今日はですね、TSUTAYAで市川オリンピック店さんでね、バイトということで今来たんですよ。ダラーッと入ってきたら店長の安子さんがスタッとこっちに歩いてきて、でも達也さんと、もう今日はまず朝礼から入って売り場案内で清掃とか、結構タンタンタンって言ってもらって、俺が今とにかくビビらされてるのは DVD とかの返却、初心者はやっぱちょっと時間かかっちゃうんですけど、うちの店の平均はもうだいたい12秒台なんで、えっ平均なんで言うと思って、どこに何があるかちょっとチェックしていきたいと思います。よろしくお願いしま す, ます。大変だと思いますけど、はい、12秒なんで平均なんでそれ言う。制服をね、貸していただいたので着ていきたいと思います。 T いいっすね、こんな、よし、はい、用意できました。あ、すいません、すいません、これ、すいません、店長厳しいっすね、やっぱり。すいません。では、からですね、はい、これ七大用語っていうのが、はいはいはい、ご存知だと思うんですが、はい、あります、はい、これを、まず昭和してから、はい、はい、売り場に出ますので、はい、大きな声で、わかりました、お願いいたします、はい、私がショーをしますので、はい、その後について来ていただければ、わかりました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では、接客7大用語をショーをします。休め、気をつけ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、かしこまりました、かしこまりました、少々お待ちくださいませ、少々お待ちくださいませ、お待たせいたしました、お待たせいたしました、申し訳ございません。私の後に、あとすみません、ちゃんとやりましょう、はい、はい、お願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、またご利用くださいませ、またご利用くださいませ、以上です、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ここから、はい、リバーに出て、はい、転送から入りますので、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、頑張ります。はい、本日は TSUTAYA市川オリンピック店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。では劇団スカッシュ大塚達也でした。 TSUTAYA市川オリンピック店さんには漫画がいっぱい、最高でした。いや、ありがとうございます。今、商品を DVD を棚に戻す際に1枚12秒で返していただきたいと思います。でもまずその、はい、店長さんの何秒で戻せるか、ちょっとやります、やりますか。新作の洋画と新作の邦画です。結構ある。ちょっと、はい、安子さんにじゃあ これの方言ってもらっていいですか。あ、これですか、はい、よーい、スタート。10秒からですね。お、すごい、6秒、6秒っす。あぶねー。ありがとうございます。ちょっとじゃあ測っていいですか。いきます、よーい、スタート。本日は TSUTAYA市川オリンピック店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。当店では旧作 DVD 買い物代が月額1000円のご利用いただけるサービスはい、58秒75です。平均12っすか。いや、やっぱ初心者にはちょっとハードル高いです。ここからどんどん俺あのもう返していくんで、はい、でやっていきます、よろしくお願いします。ショータ、
あ、これ見たいな、これ見たいなって思いながら戻すっていうのすごい楽しい、楽しい仕事でした。ここのラインを、この辺のラインをもらえるっていうことなんで、2、30タイトル、その達也のおすすめの DVD 探してくれって言われたんで、ちょっとそれ探していきたいと思います。全然ダメ、見つかんない、見つかんないわ。好きな映画いっぱいあるんだけど思い出せないんだよ、かわいそうじゃない。私の好きな映画たちを伝えていきますね。100円の恋、湯を沸かすほどの熱い愛、箱入り息子の恋、南国料理人、船を編む、17レッドライブでですね、生放送で貴族飯っていうのをやるんでですね、あの下のアプリからこれダウンロードしていただいて、劇団アンダーバースカッシュってローマ字で入れて調べてみてね。生放送でご飯が食べよう、詳しくはお近くのスタッフまでお問い合わせください。本日は蔦屋市川オリンピック店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。劇団スカッシュ大塚達也でした。蔦屋市川オリンピック店さんには漫画がいっぱい。